カジノの用心棒が逃げるときにですね、スパッとこう車で切れてるんですね。で、よくよく考えてみれば、こんなことできるの五右衛門だけなんですけどですね、あまりにも五右衛門を書きたくない宮崎さんはですね、こういう五右衛門がいたっていうことをですね、なんかこう、こんな事件がありましたっていうのことしか書いてないんですね。ここのところにですね、はい、ちゃんと五右衛門の頭が映ってます。で、ここのところにある小さい茶色い棒が、斬鉄剣ですね。本当に五右衛門いるんですよ。本当に書きたくないんですよね。